こんにちは、カーピです。プロスペースのプレイ歴は約6年、カープ人生で丸5年間プレイしています。さあ今日はコストリーゴーダー紹介動画撮っていきたいと思います。はい、今回コストリーが初参加、激励の電報が各国首脳から届いているんですが、早速ですけども開幕オーダー紹介していきましょう。こちらになります。はい、最初にオーダー全体見てもらえたらと思うんですけど、こちらが野手オーダー、先発メンバー全員 S ランク、ベンチが D ランクという構成ですね。で、投手オーダーがこちら。投手の方は比較的最近の選手が多くなってるかなと思います。中継ぎに1人 D ランク入っちゃいますね。まあここにも S 入れることもできるっちゃできるんですけど、トツコーチをがっつり使うことになっちゃうんで、そこは次回にお預けすることにしました。で、トータルの数字がスピリッツ91390、コンボ10918ですね。ということで詳細見ていきましょう。野手からいきましょうか。まずファースト西川選手、2020シリーズ2、コスト29ですね。スピ開放回数は3回。ここをミパドーチにできるとあとスピ170上げられるんですけど、それはまた後でお話しましょう。セカンドが菊池選手、2018シリーズ1、スピ開放7回ですね。コスト26ということで、僕が持っている中ではかなり低コストな部類ですね。今後数年間主力になるでしょう。サード新井選手、2022シリーズ2、これ TS1 なんで新井さんが来てくれたらこっちの新井さんに変えたかったんですけどね、そこは残念ながらでした。ショートは野村選手ですね。1セレバージョンになりますけども、先ほどの西川選手がパー型になったら保存選手に変えるのはありですね。スピ170上がります。捨ては下がりますけどね。続きまして外野レフト金本選手ですね。2019シリーズ2、スピ開放は5回。でセンターが丸選手、2018アニバ、スピ開放6回ですね。ライト最新の秋山選手にしました。パワー走力同値になってます。もともとは聖夜さんの予定だったんですけど、秋山さんがパソ同値になったことで入れ替えることにしました。捨てはもう圧倒的に聖夜さんなんですけど、スピが160変わりますからね。まあ微妙なとこかもしれませんけども、今回はスピ取りました。で DH が長野選手、2020シリーズ2、スピ開放3回ですね。全同値が決まってますんで将来的にも使い続ける予定です。はい、キャッチャー相澤選手についてはスピ開放5回、スピ4000で1回止めました。これは次の開放で上がるスピ率が100だけなんで、次のシリーズに入ってスピ200上がるタイミングで開放しようっていうことですね。まあこれスピ開放一気にやってみて改めて思ったんですけど、恐ろしい勢いで S も A も B も消えていきますからね。素材の効率は大事だなと改めて思いました。使った素材の数については後で紹介しますね。でベンチ枠 D ランク坂倉選手、ミニト型。同じく D ランクデビッドソンさん、パワー型。 D 上本選手、ミニト型。 D 松山選手、パワー型。コンボはパワー型8名超大胆不敵、そしてミニト型8名長州と精密、この2つ側もですね。打順はこんな感じで組んでます。チャンスメイクを持ってる野村健さんを1番に起用、菊池選手は2番丸を持ってるってことで2番に置きました。効果は分かんないですけどね。で3番がこのオーダーの中では最強打者の丸選手、そして4番が金本選手ですね。チャンス持ちかつ逆境持ちということで試合を決める一撃をお願いしたいですね。5番が新井さん、6番西川選手、7番には相澤選手を入れたんですけど、この相澤選手は結構打ってくれるイメージがあって、過去の最強戦では3割20本とか25本とかそれぐらい成績出てましたからね。今回も期待しています。秋山選手、長野選手はほぼスタメンで使ったことはないんで、どんな数字になるのか分かりません。はい、続きまして投手陣、先発1人目大瀬良選手、2020エキサイティックバージョン、スピ開放4回実施。このオーダーではエース枠になりますね。先発2人目前田選手、これは最新版をそのまま使います。先発3人目森下選手もタイトルホルダー版そのまま、これを使えばスピ100上がるんですけど、今 A ランクがないんでそこは追いません。先発4人目ジョンソン選手、2020シリーズ2、コスト29、スピ開放は3回。先発5番手野村選手、2021シリーズ1、スピ開放は2回、全同値が決まってオーダー入りました。中継ぎ遠藤選手、2022シリーズ2。中継ぎ2人目栗選手、2022シリーズ2。中継ぎ3人目森浦選手、最新版で。中継ぎ4人目松本選手、まあここはこのオーダーの一番の弱点ですね。そして抑えが津田選手、2017シリーズ2、コスト25、スピ開放は7回。ここもあとスピ100上げられるんですけど、素材の消費がちょっとエグすぎるということで
私立に入ってから一気に200上げる予定です。ベンチ枠、玉村選手 D ランク、これはスタミナ要因ですね。はい、投資コンボがまず超変幻自在 B 級種合計19で15クリア、9位型8名超力戦奮闘、スタミナ型8名超剣に不罰といったコンボ内容になってます。他主なコンボとしては特訓レベル計240以上、アニバマル選手でオートグラフ、エキサイティング大空選手で熱狂の渦って感じですね。はい、このオーダー作るにあたって消費した素材の数はこちら。はい、 S ランクはスピ解放で100枚オーバー、 A ランクはレベルマックスを75枚、 B ランクはレベルマックスを300枚オーバー、 B ランクレベル1は1000枚オーバー。はい、やっぱスピ解放一気にやると大変ですね。分かってたつもりでしたけども、実際やってみて相当しんどかった。これからやろうと思ってる人はぜひ計画的にやってもらえたらと思いました。はい、これで順位としてはどこまでいけるのかですが、発散戦だし完全に未知数ですね。最上位層はスピ9万9000台とかそれぐらいのラインになるみたいですね。はい、このオーダーでどれくらいまでいけそうか、経験者の方ぜひご参考に教えてください。はい、今回このオーダーで開幕を迎えますけども、ある程度長期視点で効率求めて作ってますんで、強化の余地はまだ実は結構残ってますってことで、手持ち選手でコスト590制限でカリカリまで作り上げた場合にどんなオーダーになるのかというのを示したのがこちらです。はい、まず野手からですけども、野手はそこまで大きくは変わらないですね。サードに堂林選手が入ってコスト3ダウン、ショートに過去の小園選手を入れてここもコスト3ダウンで、 D ランク坂倉選手を野間選手に変えてコスト1ダウン、投手の方は森下選手2021シリーズ2、床田選手21シリーズ1、横山選手20シリーズ1、フランスアさん21シリーズ1、クリバー選手21シリーズ1とって感じすることで、中継ぎの D ランクを S ランクに変えることができると。スピリッツは約92,650まで上がる計算ですね。ただ今これをやっちゃうと将来素材でカツカツになるのはもう目に見えてるんで、最初から無理してフルスロットルっていうのもちょっと悪手かなっていうところで、今回紹介したオーダーに落ち着きました。はい、ということで今回のオーダー紹介だったんですけども、火曜日の更新もありますからね、そこでオーダーが変わる可能性もありますね。そこはまた更新を見てから考えましょう。はい、ということでコストリーグ初参加行ってみたいと思います。コストリーグの挑戦は1年2年もしくはそれ以上と、しっかり時間かけてオーダー作っていきますんで、ぜひオーダーの変化を楽しんでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。以上